どうも、岡野ゼミナール89回目でございます。翔線のですね、話す速度は非常に遅いですから、速度を 1.5 倍とか 1.75 倍にしますと15分番組が、まあ10分ぐらいで見れるんじゃないかなと思います。最近はやっぱりすごく面白い脚本ができてるなと思って、田村英雄さんの記事に対して自分の解釈ですね、ブレトン・ウッズ体制 IMF、 いわゆるグローバリズム、グローバリストたちが人と物と金を自由にさせたというところと、あとはロシア革命とかですね、あとはその FRB を作った、あとはドイツと、日本が、1945年以降に作られた人口国家で、実は第一次世界大戦、第二次世界大戦をやらないと本当の意味でですね、まあ、グローブって言ったら球体ですね、この球体を、地球という球体をですね、全部握ることができないんだなと。じゃあ二回戦争を起こさなくちゃいけない、じゃあ何をしなくちゃいけなかったかというと、フランス革命でフランス銀行ができてますし、ネイサン・ロスチャイルドっていう、マイヤー・ロスチャイルドの、三男坊だったと思うんですけど、次男坊だったかもしれないですけど、三男坊がイギリスに行ってから、イギリスの銀行ですね、シティを握り始めて、で、まあ、王室とかそういったところを完全に握ったのが、いわゆる1914年の第一次世界大戦、第一次世界大戦が起きたことでもイギリスが完全に握られて、それと連動した形で FRB を1913年に作ってますから、第一次世界大戦の1年前にはもう金融を、自分たちの都合のいい大統領を就任させてやってますから、もう全てがこう世界全体でこう連動して動いている形になってますから、実はその日露戦争で日本が勝ってしまったことで、ニコライ2世のロマノフ朝が弱ってしまってロシア革命を生んでしまってますので、まあ、日露戦争で日本が勝ってしまったっていうのも、実はもしかしたら、1945年以降の世界秩序を作った人にとってはもしかしたらありがたかったことだったのかもしれないとか、いろいろ考えさせられたりするんですけども、やっぱりその、でチャイナに関してもこの前の動画でですね、蒋介石とあとは毛沢東ですね、毛沢東なんか基本的にちゃんと銃の持ち方なんて知らない素人たちが、なぜ蒋介石だったりとか日本陸軍学校に出てる猛者たちに勝ったのかって言ったら、マーシャルプランって言って、まあこの FRB だったりとかそういった、まあポンドからドルに基軸通貨が変わった時の、後ろにいた、要は、バーナード・バルークですかね。で、まあ、FRB 作ったのがポール・ウォーバックとかって言うんですけども、それの多分代理人ですよね。そいつが蒋介石に、台湾に行かなかったらどうなるか分かってんのかという形で、恫喝をして、今のチャイナもできてますし、北朝鮮と韓国に関しても、何だったかな、何ラインだったかな、まあ、そういったラインがあって、韓国を守る必要はプロテクトしないという形にして、キム・イルソン、要は、西側諸国と、まあ、そういったソ連の子会であったキム・イルソンを、韓国側の半島に攻めさせる隙を作って、韓国って何度戦でしたかね、38度戦だったんですかね、
一度上に上げておくと韓国は非常にプロテクトしやすいんですけれども、あえてソウルをいつでも火の海にできるような形のところに北朝鮮と韓国のラインを作ると。そうなってくるといつでも戦争の起こしやすい状態になりますから、そういうふうにディバイド&コンカーですね、アティソンラインですね、つまりそういった形でですね、全ての、ものっていうのがやっぱりこういうふうに、人工的に作られてますし、中東の、サイクス・ピコ条約に関しても、スンニ派とシーア派と、あとはクルド人とペルシャ人が喧嘩する場所に、国境線を引いてですね、いつでも中東のエネルギーを得るような形にしてますし、本当にものすごくグランドストラテジーというか、そういったものがある人たちがね、世界全体をこう握ってたのかなと、とか握ったのかなと思いまして。で、今回のそのチャイナの、2008年のリーマンショックが終わってからですね、財政出動ですよね。正確に言うと2010年ぐらいからチャイナが財政出動をして、チャイナの経済成長率が2桁台にうなぎ登りになって、日本の GDP ですね、を抜くと。しかし、チャイナの GDP がなぜ世界で2番目になったかというと、実は、チャイナに世界中の工場ができたので、チャイナのそういった国内総生産が上がっただけで、じゃあチャイナの利益はどうなんですかというと、また別の話ですし、ですから、そういうふうに人工的にですね、チャイナはすごいぞみたいな形を作って、ですからね、本当にその、なんですけど、実は2015年ぐらいからチャイナが財政出動ができなくなってきてる、できなくなってきていったっていうのが、実はその前の動画でもお伝えしてるんですけれども、ブレグジットと、あとはトランプ大統領が就任した形ですよね。アメリカに関しては、トランプ大統領というのは、1913年以降、つまりタクト以降の大統領というのは、民主党だろうが共和党だろうが両方とも同じ金持ちが金を出して、アメリカの庶民が、どっちかにこう票を入れてますよというふうに、要は、八百長というかね、出来レースを作ってたと。で、トランプさんは実は、イバンカという愛娘とクシュナというユダヤ人を結婚させて、で、イバンカはユダヤ教に改宗させてますし、ユダヤ人のトランプさんから見たら孫を作らせてると。で、それで、血縁関係ですね。つまり血を結ばせたことによって、実は、キッシンジャーだったりとか、そういった、ユダヤ人の中でもロスチャイルド系の人たちが、つまりシオニズム、イスラエルだったりとかですよね、そういった、お金以上のもの、つまりユダヤ人の国家だったりとか、ユダヤ教のだったりとかですね、お金よりも大事なものを持ってしまった、ユダヤ人を懐に入れて、やってますから、ですからチャイナ、つまり、実は2015年から、チャイナがお金をすれなくなってしまったのは、チャイナの持ってるドルの量が減ってしまったことで、元の信用が減ってしまったんですね。じゃあチャイナに元が、チャイナにドルが行かないようにどうしたらいいのかって言ったら、いわゆる、どういうやり方をしたらいいのかな、例えば輸出とかですね、そういった部分をできなくさせてしまったりとかですね、そういった形をとって、
つまりチャイナがなぜその元がすれなくなっていったかっていうと、実はそのブレグジットとも連動してって、キャメロンさんっていうのがすごく親中派だった。でも親中派っていうのは実はその言葉だけをチョイスすると、実はそう非常に間違っちゃって、チャイナの後ろにいるのが実はロックフェラー系なんですね。確か毛沢東とかがウェールズ大学系なので、スカル&ボンズ系の人たちが後ろについてたので、ロスチャイルドの支援を受けて大きくなったユダヤ人ではない人たちの支援があるし、でさらに言えば、ユダヤ人の中でも別にシオニズムとかイスラエルのことよりもお金とか自分の一族の方が大切だっていう人たちもいらっしゃるので、なので、あえてロックフェラー系とロスチャイルド系という言い方をしてるんですね。多分おそらくロックフェラーの中にもそういうユダヤ人もいるでしょうし、でそのロスチャイルド系の中でもそのユダヤ人じゃないけどロスチャイルドの人たち、つまりシオニズムだったりとかお金を持ってない、お金よりも大切なものを持ってる人たち、例えばトランプさんたちもそうなんですけど、ユダヤ人じゃないんですけどそういう人たちに協力をする人たちもいらっしゃるので、非常にこう、小生からするとこう難しいんですけども、トランプさんがやってるのは実はユダヤ人のバランス・オブ・パワー・ポリティクスをしてると。つまり2015年の頃にですね、キャメロンとかが2016年にブレグジットで、ブレグジットは絶対に起きないと、日本の新聞および世界中の新聞が言っていたのにもかかわらず、実はキャメロンが落ちてしまう。じゃあなぜキャメロンが落ちたのかというと、パナマ文書って言って、パナマにある、要は、なんていうんだったっけな、マネーロンダリングですね。で、マネーロンダリングをして自分の国に税金を納めてなかったと。じゃそれがどっから出たかっていうと、パナマの方で行くと絶対わからないので、パナマにお金を預けてた代理人がいて、そこの帳簿を見て誰がこんだけ税金を納めてなかったかって言ったら、キャメロンのおじさんが税金を納めてなかった。じゃあこの顧客が出るということは、親中だから、キャメロンが親中だからじゃなくて、チャイナの後ろにいてバックアップをしてた、香港でドルと元をこう変えることをする知識だったりとか、そういった力を持っている人たちがチャイナの後ろにいるので、そことのルールの中で、自分の稼いだお金を、税金を納めない形でキャピタルフライトの方でマネーロンダリングをして、でその顧客が出たことによって、民主主義っていうのはお金持ちよりも明らかに貧乏人の方が多いですから、いやお前らこんだけブルーカラーに税金を納めろって言ったのに、てめえのおじさんっていうことは、てめえが税金を納めてなかったのかよという反感を交わしたことによって、世論がこうひっくり返ってブレグジット、つまり、ヨーロッパの EU から、イギリスが外れる。でその EU を作った人っていうのは、実はその例えばウェストファリア条約ができた1648年だったか忘れたんですけども、それ以降からそれぞれの国がそれぞれの軍事力だったりとか、そういったあと外交とかで戦争を起きさせないように、要は30年戦争って言って、もうプロテスタントだ、キャトリックだとかって言って、こんなバカな殺し合いするんじゃなくて、お互いにお互いをの国をちゃんと外交とか、あとちゃんと軍事力を持つことで戦争を起こさせないようにやっていこうとかね、そういった、感覚を、実はヨーロッパは、ナポレオン戦争の時を除いてもうずっとあったんですけれども、
第一次世界大戦と第二次世界大戦によって、実はその NATO とかみたいな形のそういった、ヨーロッパ全体でソ連から守ろうみたいな形で、国家よりも上の軍事力だったりとか、 IMF ができたことで国家よりも上のファイナンスができたりとかですね、で WTO って言って物の自由化で国家よりも上なそういったものを貿易するような形のいわゆるコーポレートガバナンスって言って、国際法って言って国家の持ってる法律よりも上のもののいわゆるそういった司法ですよね、そういったものが実は1945年以降にできたですよ。つまり今そういった形で集団的自衛権というのは、確かにコストとベネフィットで言えば、自分の国が自分の国一国でですよ、全ての国から守りましょうっていうのは非常にお金がかかりすぎると申し上げる人は結構多いんですけれども、しかし今はその20世紀ですよね、1990年とか1900年の時とかは陸海空の軍事力を持ってた人たちが強かったんですが、実はその21世紀以降からはそういったサイバーだったりとか、そういったその宇宙兵器だったりとか、あとは核ですね。つまり1945年以降から1945年までは陸海空の強さだったんですけれども、実は第二次世界大戦が終わった以降の国っていうのは、核を持ってる国同士が戦争したことがないと。つまり核を持ってる国の代理人が小競り合いで戦争させられてる状態にしてますから、実は核を持ってる国っていうのが、を持てばもう本当にコストとベネフィットで30分以内に自分の国の庶民を数十万から数百万人殺せる国を攻撃するわけがないと。しかし、イージス・アショアの開発は今回止まったんですけども、電磁波によってミサイルの軌道を変えたり無効化にさせるような兵器が出てきますから、これからホットワーって言って大きな戦争が起こる可能性は前よりも格段に上がるんです。上がるんですけれども、例えばそのアメリカとチャイナの宇宙に飛ばしてる人工衛星っていうのは大体300ぐらいあるって言われてるらしいんですけども、これは2017年までの情報ですね、もっと増えてるかもしれないんですけども、それをですね、電磁波だったりとかそういったものでお釈迦にさせたりとかすると、もう飛行機すらも飛ばなくなるんですね。そういうふうな形で自己防衛がもう今の技術だと簡単にできるっていうところまで、日本ぐらいの技術を持っておけばですけどね、できるので、実はそういったこともしなくてもよくなってると。ああ、時間になってしまった。もう本当困ってるんですけど、まあ、またよろしく。チャオ。